さあ、M クラス特権8番、沼田秀幸選手、お寿司03ですね、コメントの方が7フォロミー、ヤオキをモットーに頑張りますということです、頑張ってください、7回転んでも起き上がってゴールすればタイムは成立します。さあさあ、そう言っている間に、Z125 のプロの大西選手です。今日のあそこのセクション、ミニバイクに有利なんでしょうかね、鈴木先生。ありがとうございます。そうですね。そういうことですね。わかりました。さあ、Z125 プロが素晴らしい加速を、125とは思えない素晴らしい加速をして、ちょっと迷いながら、あ、そっちでいいんでしょうか。そっちでいいんですか。大丈夫です。やり直しました。あれは大丈夫なんでしょうか。大丈夫ですね。多分ここでも大丈夫って言い切ってしまえば大丈夫になる気がします。大丈夫です。さあ、自信を持って最終セクション飛び込んでいってください。さあ、ミニバイクのタイトな回転をみんなに見せつけてやりましょう。みんなの目がバールになってぶっ飛ぶって、さあ、左回転決めてください。決まってる決まってる。お、つま先が削れちゃいそう。ゴンポップタイムが29秒359です。お疲れ様でした。はい、ゼッケン9番大竹選手ですね。ジュベル200オートバイです。コメントの方がね、ミスコースしませんよということなんですけども、大丈夫ですよ。ミスコースしてもやり直せば大丈夫なんです。ミスコースしないのがベストなんですけども、でもあなたとジュベル200の組み合わせは最高のマッチングですので、大丈夫、オルバーで駆け抜けてください。さあ、そんなことを言っている間に、沼田選手がゴールに向かって一度も転ばずゴールを迎えるそうですよ。さあ、タイムが2分11秒703です。お疲れ様でした。